い、マルシン養理場さんのドイツ賞は、2歳、こちらメスでサイズの方32センチです。お願いします。はい、新潟のマルシンさんのドイツ賞ですね、ドイツ賞で実績のあるマルシンさん、もちろんあの外国ではあのコロムなども出品しておりますけども、人気の新潟のドイツの生産者さんのマルシンさんです。鱗のない皮のタイプのですね、ドイツ賞です。墨はちょっとまだ未完成ですが、後ろの方は出てきました。頭もだいぶ出てきましたので、もう1ヶ月くらいするとですね、もっともっと良くなりそうな、そんなイメージのドイツ賞です。今回はですね、品評会レベルのパターンのいい品評会クオリティのですね、そんな鯉をですね、たくさん並べております。もうすぐにでも出せる鯉、そしてまだ未完成だけどこれからが楽しみな鯉、ぜひこういう品評会用の鯉で飼育してみて面白そうなっていう鯉も出ております。これもですね、もう少しするともっともっと良くなりそうな、そんな鯉ですね。地はですね、青くなく白いタイプです。やはりドイツも地が青いとなかなか勝てませんが、これはもう肌がしっかり抜けておりますね。真っ白抜けております。はい、なんかですね、なんで結構ドイツとかドイツさんがまだ下に墨が持ってたりすると青っぽく見えるんですが、この鯉に関してはもう白地になってますから、あとはもう顔の方の墨がちょっと出てくると、浮き上がってくるとですね、十分見せる鯉になると思いますね。楽しみな一匹です。細いイメージもなく張りもあるドイツ賞和です。いいドイツ賞和だと思います。はい、いかがでしょうか。ぜひよろしくお願いいたします。